皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、教室運営をしていて、自分はダメだと自信をなくした時にあなたに届けたい3つの力のお話ということをお伝えしてみたいと思います。ちょっと長いタイトルですけどね。はい。で、こちらのお話をしようと思ったきっかけが、あるんですけれどもね、とあるメルマガで届いて、こういう人がこういうことを言っているんだっていう話が非常に私の心に響いたし、教室の先生にもそういう観点でものを考えてもらえると結構こう、自分の中で落ち込んでるものがあったとしても、全部解消する考え方になるなっていうふうに思ってたんで、ご紹介したいなというふうにね思って今お話をしています。なので自信を失ったとしても、要はその今の状態をどういうふうに自分で捉えるかっていう方の、捉え方の話になるので、マインド的な部分のお話になるかと思うので少々お付き合いいただければというふうに思います。はい。それではですね、本題に入りたいんですけれども、ビクトール・E・フランクルっていう精神科医っていうかの方いらっしゃるんですね。私知らなかったんですけど、でこの方っていうのが第二次世界大戦の時に、ナチスに捕らえられて強制収容所で過ごした経験をもとに、名作「夜と霧」っていうのを書いたっていう方らしいんですけど、私すいませんちょっと勉強不足で知らなかったんですが。でその方 の、その捉えられた時にどういう気持ちで思ってたかっていうと、強制収容所っていうもうほぼ死と隣り合わせの極限状態でも彼はそこの中で死ねない、今ここで死ねないっていうふうにずっと思い続けたんですよね。でどんな状況にあっても生きてることには意味があり、で無駄な人生はないと。でアウシュビッツっていう収容所で当然殺されてった人もいるんですけど、その人たちに人生それぞれ意味があり、その苦しみの中にも意味があるっていうふうに確信して、ナチスに解放された後に哲学を確立させて実存分析っていう学説を打ち立てたっていう方らしいんですよ。はい。ここまで聞くとね、いやだからみたいな、自分そんな時代のことと関係ないしってね思うかもしれないけど、もうちょっとだけお付き合いください。でそのフランクルっていうね、その方が人には3つの価値を生み出す力があるっていうのを説いているんですね。で1つ目が、何か、できる、何かを作り出す、行動するっていう価値と、2つ目が何かを体験する、感動する、さまざまな感情を味わうっていう価値、3つ目が自分の態度を変えることで自分や周りを素晴らしいものに変化させるっていう価値ですね。だから彼の持論によると、どんな日常も素晴らしいもので価値があるという確信を持っていて、信念を持っていたんですね。ですからどんな人生もかけがえのない素晴らしいものであるっていうのが彼が伝え続けている、信念なわけですよ。ね、そうすると、実際にそうじゃない状況の人とかっていうのが、彼に質問をしてくる時があるわけですよね。で例えば、その先生はね立派な精神科医だし、人を励ますメッセージを広めてると、だからあなたの人生に生きる意味があると。でも私はしがない洋服屋で、別に私の人生にねそんなに大した意味はないというふうに思ったということを伝えたらしいんですよね。そしたらそのフランクルは何て答えたかっていうと、あなたは洋服を作ることを通して人々に喜びを伝えていますと、新しい洋服に袖を通す喜びをあなたは想像しているというふうにね言った。でこれは一つ目の何かを作り出す価値に相当するっていうことを伝えたんですね。そうすると今度は二つ目の質問が届くんです。で私は元デザイナーです、ですが病気で手足が動かなくなって廃業せざるを得なくなりましたと。今私には何かを想像する今度価値がなくなってしまいました、こんな私はどうしたらいいんでしょうっていうね、そういうことを伝えた。そうするとフランクルは次に言ったのが、
人にはね、体験するっていう価値があると。あなたはすでに何かを作ることしかできなく、何かを作ることはできなくなったかもしれないけれども、いいものや美しいものを見極める価値、力を持っていると。他の人が作ったもの、想像したものを良さを感じたり味わうことができるっていう、だから体験するっていう価値を持ってるっていうことを伝えたんですね。でまた違う時に、入院生活を送っているおばあさんがいて、でその方はもうずっと病室に寝たりきりであると。で窓の外を、ある朝彼女はね、窓の外を歩く勤め人の姿に気づく。でその元気のない姿を見て、おばあさんはあることを思いついた。でその身だしなみとかも全然整えなかったおばあさんが、翌日から髪を溶かして薄化粧して身なりを整えて、車椅子で外に出て、その笑顔でその勤め人の人に 声をかけ始めたと。最初は誰も目にも留めてくれなかったんだけれども、数日経つうちに自分から彼女に挨拶をする人が出てきた。でその人はどんどん増えて、そのおばあさん幸せに亡くなる、幸せに生きることができたということですね。でそれは3つ目の自分の態度を変えることで、自分や周りを素晴らしいものに変化させるという価値ということであるというふうにね、フランクリンは言ったんですよ。だからどんな人にもそれぞれに生きる価値があって、人生にね、浮き沈みもあるし、いい悪いっていうことはあるんですけれども、曲線とかはありながらも、その時に自分はどの価値で自分は今生きていることができているのかということを考え続ければ、逃げ出したりね、自暴自棄になったり投げ出すことがなく、生きていくことができるっていうことをね、伝えてるわけですよ。でこれがね、前半部分のお話です。でじゃあ教室の先生にね、置き換えていって、どういうことをね、考えてほしいのか。要は教室の先生で、自分はダメだって自信がなくすケースっていうのが、どういうところになることが多いのかっていうと、例えば、自分が新しい知識とか技能とかを習得する上で、例えばですよ、他の人と例えば比べた時に、同じようなスクールとか行ってる時に、他の人はあんなに早くマスターすることができるのに自分はできないとかいうところで自信をなくすっていうケースありますよね。他の人はそんな先生の言ったことすぐに習って、その手さばきよくね、やることができるのに自分はできないっていうね、そういうものがあった時に、こういう自分は何かを作り出すことができないというふうに思う人もいるかもしれないですね。だけれども、この人っていうのはどういう価値を人に伝えることができるかっていうと、これ実際にね、本当にある話なんですけど、簡単にできてしまう人にはできない人の気持ちはわからないんですね。はい、簡単にマスターできてしまう人はできない人の気持ちがわからないんです。だから世の中の大半の人は簡単にできないんですよ。だから先生業って成り立ってるわけですよね。となると、苦労してでもそれをマスターして技術として身につけたとしたら、分からない残念な人の気持ちが分かった上で教えることができる先生になるわけだから、もちろんすごいプレイヤーでね、よくできちゃう先生につきたいっていう人もいると思いますけれども、痛みがわからないと、なぜわからないかがわからないから説明が難しいケースが多いんですよね。だけれども、できない人ができるようになった場合には、それも含めた状態で教室で教えていくことができる。だから今それを苦労しているのは、その苦労をそのまま生徒さんに語ることができる自分になれるっていうことで、苦労しながらでもね、前に進んでいくっていうことができるといいんじゃないのかなって思ったのが、その1個目の価値の話ですね。2個目は、何かを体験する、感動する、さまざまなね、感情を味わうっていうことなんですけども、さっきの例で言うと、デザイナーでね、もう仕事ができなくなっちゃったっていうね、人がいたとするじゃないですか。で例えば女性のライフスタイルで言うと、子供さんを産む時、育ててる時っていうのが、
おそらく独身でバリバリ働いてきた時のように、仕事ができなくなるケースがあると思うんですよ。私は子供を持っていないので、その状態はないんですけどね。で、同様に、例えば、家族内のことでね、まあ、旦那さんとの転勤で、せっかく地元でいっぱい生徒さんがついたのに、その生徒さんをね、捨てて、違うとこ行って、またゼロからやり直さないといけない。まあ、今ならね、オンラインっていう手段もあるんでしょうけど、当時はそういう手段がなかった時代だったら、諦めざるを得ないとかいうのもあったかもしれない。または、介護とかで、その親のね、介護とかで、今まで自分の時間が自由に使えてたものが使えなくなったっていうね、まあそういうことで、教室業が思うようにできなくなるっていうことっていうのは多分あり得ると思うんですよ。で、その時に体験するっていう価値がある。だから自分が教室ができなかったとしても、例えばできないっていう時間の中で何かを感じることができるか、例えば、それこそ、教室業そのものはできなくても、じゃあ、それをね、体験する側の方に立つっていうことで、準備とかが少なければ、例えば体験するってことはもしかしたらできるかもしれないじゃないですか、教室業を止めておいたとしても。そうすると、そこで体験した感覚、お客様と同じ気持ちになるとか、そういったこう謙虚な気持ちにもう一回戻るとか、そういうチャンスに使うことだってできるんですよね。いや、そもそもそんな時間も取れないってっていうんだったら、例えば YouTube とかでも今無料ですごくいい情報とか発信している人もいますし、それこそ通信講座でね、学びの時間にするとか、自分時間の自分の中の、経験値をね、増やすっていう時間にするっていう感じとかもあり得るかもしれないじゃないですか。自分で教室がその時開けなかったとしても。その開けないっていう物理的な事情は誰でも一緒なんですよ。だけれども、その状況をどう考えるか、例えば2つ目の価値、私は今体験するっていうことに価値がある時間を過ごしてるんだと思うことができるのであれば、その時間は今しかないかもしれないっていうふうに思うことができるんだったら、今できることをやろうっていうふうに多分考え方が変わると思うんですよね。だから人にはね、いろんなステージがあって、まあいろんなサイクルがあるわけですよね。時間の使い方をうまくできる時とできない時、まあ私違うところでね、お話とかはしたことがありますけれども、とにかく貧しくてですね、皆さんが一般的に普通にできるようなことができない学生時代を過ごしています。例えば皆さんは、塾とかね、そういうものに行って勉強をするっていうのは嫌だったかもしれないけれども、私は今の環境を変えるためには勉強しかないっていうふうに思っていて、でもお金はないんですよ。だから塾とかには行けないから、まあ、何をしたかっていうと、まあ、それこそ参考書とか自分の、なけなしのお小遣いですね、2000円ぐらいしか月にもらえない、でもまあもらえるだけまだ良かったのかもしれないですけど、のお小遣いの中で1700円の参考書とか買って、自分の大事なお金からの参考書になりますからね。まあ、それを、まあ、教科書だけだとやっぱりね、ちょっと分かりにくくって、ですがマーカーとか引きながら自分で一番効率のいい勉強の仕方とかを、まあ、考えて勉強してたりとかしてたんですよね。あと本とかも買えないんです、そんなに。だから図書館に行って借りて読んで返してっていうことで、私の図書カードっていうか、私のマイ図書カードですね 借りて翌日返しに行ってまた借りるのを繰り返したから、すっごい行数になって、裏で2個目3個目みたいな形でなってった本をめちゃめちゃ読んでた時期もありました。だからお金がないんですよ。だけどないのはない時に、今できる、だから経験できることは何なんだっていうことで、もうとにかく今できることでやれそうなことを頑張ったっていうだけなんですけれども、結果それがじゃあどういうことになったかっていうと、面白いところで生かされたのが、マニュアル本とかあるじゃないですか。で、あれ女の人読むの苦手なんですよね。で、私もまあ超得意ってわけじゃないんですけど、とりあえずマニュアル本見ながら、例えばコンピューター操作するとか、
例えばなんか家電とかをね、どうにか操作したり組み立てたりするとか、そういうのができるようになったんです。それはその何かを読みこなすっていう力がついたからだと思います。あと本ですね。本をたくさん読むと当たり前ですけど、読む速度が速くなっていくので、そういう速度が速くなるっていうことは、例えば大人になった時とかに何かの書類に目を通すとか、何かを作っていく時にまずインプットしてからアウトプットをするので、その速度がものすごい人より速かったんです、もともと。それは子供の時にお金がなかったから。それで何かできることっていうことで、自分なりに工夫をしてやったことがそのまま知識になって、結果今じゃあそれがどういうことにできてるかっていうと、人より一般的なんですよ、一般的な人より吸収能力を上げた状態で物事を吸収して、でそれを消化したものをアウトプットするっていう速度が異常に人より速いっていう状態を作ることができて、それが私のコンサル業に生きてるっていう、そういうことになってるので、体験もだから時代が変わればまた違うことになっていくケースもありますよね。だから教室の先生もその時に辛い、うまくいかないっていう状況があっても、その先に違う状態になる可能性もあるから、今はっていうことで切り分けながら落ち込むこともなく動いて、その中に喜びとかね、楽しみを見つけてやっていけるのかっていうことを考えるっていうのも一つですよね。で、3つ目の、自分が態度を変えると自分や周りを素晴らしいものに変化させるっていう、これはですね、よくある相談が、自宅教室業の先生のお話を私よく聞いているので、ご主人との家の使い方の、揉め事 とかが結構多いんですよ。で、どういうことで揉めるかっていうと、大概、私的にはそのね、生徒さんの方が、ちょっとどうかなって思う部分があるのが、旦那さんも仕事をしていて、疲れて帰ってくる、週末は自分の家でゆっくりをしたいっていう気持ちがある。で、奥さんは逆に、生徒さんのね、やるっていう部分があって、週末じゃないと捕まえられない人をやってしまってるっていうところになると、家の使い方をどうにかする話をしなきゃいけないわけですよね。その時に、例えば奥さんの方がね、そういう使わせてもらってるっていう感謝とかもどこかに消えて、なんで今いるのみたいな なんでそこにいるの、どっかに行ってくれればいいのにっていう、こう冷たい感じで突き放すように言うと、旦那さんもご機嫌が悪くなって余計に意地になって、なんで俺が出ていかなきゃいけないんだっていう話になったり、お前の方こそ俺より全然稼いでないじゃないか、それなのになんでそんなね、週末にねレッスンとかやっててね、趣味レベルでやってるのに、なんで俺が家を出ていかなきゃいけないんだっていう、こういうバトルになっちゃうんですよ。だけれども、例えば、そういうご相談もよく受けるんであれなんだけれども、まずは原点に立ち返る。家を使わせてもらってるっていう、まずこちらがそこはありがとうって感謝をしているっていう状態において、週末ね、なるべく受けないようにはしていたんだけれども、生徒さんがね、どうしてもっていうんで、やることになりましたと。ね、つきましては、非常にね、そういうところでいつも協力をしてもらってて、本当に申し訳ないんだけれども、ここはね、一つ、そういったね、生徒さんに喜びを与える仕事を私はやっているっていう、その内容を理解してもらった上で、数時間ね、私のために時間を空けてくれませんかっていうことをお願いをするとか、感謝の言葉を伝えるとか、普段の、じゃあ週末までの普段は旦那さんがご機嫌でいられるように、いいように振る舞ってあげるとかっていう調整するとか、そんな話で、これはじゃあ、稼いでないからそうしろとか言ってるんじゃないですよ。稼いでいたとしてもです。場合によっては逆転現象もあるんですよ。旦那さんの収入より自宅教室業で稼いでる先生の方が収入があるっていう場合があるんです。扱うものによってなんですけどね。そうすると今度また旦那さんが違う意味でコンプレックスを抱くケースとかで、その時にさらに、あなた大して稼いでないのに、なんて言うと、もう火に油注いちゃうことになるので、自分が稼いでいたとしても、それはそれ、これはこれっていうことで、家を使わせてもらってるっていうことに対しての感謝はやっぱり言わないといけないんですよね。だから自分の態度が冷たく放り放つように言うので、そういう答えが返ってくるっていう感じです。北風と太陽の感じですか、イソップ童話のね。
北風はビュー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 風を吹かすから、マント脱がないんですよね、旅人は。だけど太陽があったかい、ポカ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 陽気でふわっとしたら、暑い暑いって言って行動を抜くみたいな、多分そんな感じに近い話です。ですからこの3つをですね、知っておくと、今の状況がどんな状況になっても、先生業をやっていくっていう上ではですよ、その生徒さんにどんな価値をでも伝えることができる存在でありうるということなんです。だから一瞬自信をなくしても構わないです、人間ですからね。だけれども、信じてほしいのが、自分は価値がある人間で、だから価値のない人はいないっていうことです。で、それを伝えることによって救われる人がいる、いろんな意味でですよ。っていうことを考えた時には、教室業って続けていけるはずなんですよね。だから自分はダメだっていうことをもし思ったとしても、ダメだっていうことが分かる自分っていうのは、同じようにダメだと思っている人を救うこともできる可能性があります。例えば教室業を立ち上げるようなことを教える先生になった時に、私もねそういう時期があったんだよねっていうのもお伝えすることが多分できると思います。私はだからお金に苦労したので、お金に振り回されないで人生を生きられるようにということで、手段としてお金を稼ぐ、だからお金至上主義ではない形なんですけどね。そうするとお金の使い方って手離れよく使うことができます。自分はもちろん儲けます、必要最低限は。だけれども、もともとないものっていう世界を知っているので、過剰に持つ必要はなくて、でそれを例えば、皆さんが喜ぶねイベントとかに使うとか、そういうお金の使い方とかができたりとか、じゃあご飯をね食べようかっていう時に気前よく振る舞うこともできたりとか、そういうお金って浪費じゃなくて、なんだろうな、人間関係をね円滑にするために使われたりとかもするのかもしれないし、単純に人を喜ばせたいっていう使い方になるのかな。そうするとそこには見返りはいらないんですよ。この間おごったのにおごってくれないじゃないとかいう見返りはいらない。単純に自分がそうしたいからするだけっていう観点にお金を使っていくこともできるようになるので。だからご自身が3つの力をね、生み出す価値、力を持ってるっていうことを自覚するだけで、そこにいる存在価値があるっていう風なイメージに捉えることができれば、途端にね人生の見え方が多分変わると思いますので、そんな観点からね、自信を失った時には考えてもらえるといいかなっていうふうに思います。では本日のまとめです。教室運営をしていて、自分はダメだと自信をなくした時に、あなたに届けたい3つの力のお話。1つ目は、何かができる、何かを作り出す、行動するという価値がある。2つ目は、何かを体験する、感動する、さまざまな感情を味わうという価値を持っている。3つ目は、自分の態度を変えることで自分や周りを素晴らしいものに変化させるという価値がある。ということで、あなたはそこに存在しているだけで価値がある自分なんだっていうふうに思って、また新しくですね、明日に向かって一歩を踏み出していっていただければなっていうふうに思います。本日はそんなお話でした。それでは。